セルティック監督が、森保監督に直談判を要求。クラブ専門メディア、セルティックスター派、ポステコグルーが森保にレノックスタウンに来て競技と旗手について話し合うよう進めた、と報道。指揮官派、私派森保のことをよく知っている。彼に会えたら嬉しい。我々派誰でも歓迎する、と語っている。森保監督派4月中旬から約1ヶ月間の欧州視察を予定しており、できるだけいろんなところに行きたい、招集していない選手の映像確認もしているので、そういうところも見に行ければ、と3月に戦外となった選手の元にも足を運ぶ意向。物議を醸しているセルティック側と直接会談が実現するのか注目が集まる。ボスがポエに直談判に来るんだ。受けて立つよ。せっかく選手が築いた信頼をぶち壊しにする代表監督なぁ、ポエ呼び出し食らっててクサなんだ。セルティックがやたら古畑の代表入りを要求するのって、代表の実績つけさせてできるだけ高く売りたいってだけだよな。あとすっとこだとワールドカップ出れない風潮になって選手が他リーグに流出するの防ぐためっていうのもあると思うんだ。まあ今後日本人選手もすっとこ移籍派避ける傾向になりそう。セルティックと代表が親善試合したら観客いっぱい来たそう。で、前派どっち側なんだ？会談後にポイがスコットで呼んでも面白いし、呼ばなかったらもっと面白いんだ。ぜひ実現してほしい。